挨拶ね。はいはい。北方連合所属特別計画官のチカロフよ。これでいい？お互い作業に戻った方が時間的に有意義なんじゃない？特別計画官 71B 計画の空母チカロフよ。お給料を出してくれればきっちり働くし、こっちから何かリクエストがある場合はご褒美を用意してあげる。お互いにとって損のない関係で頼むわ。あら、仕事熱心ね。なら私も秘書官の仕事をしっかり務めなくちゃね。雑談に来ただけでしょ。私から話を広げはしないわ。今は忙しいから聞き流させて。はあ、ここにボッカが置いてあればね。だから執務室は作業場と違ってお堅いのよ。ルールとかいろいろ。指揮官はいつもどういう基準で秘書官を選んでいるのか興味があるわ。まさか見た目で決めた。としても素直に言っていいわよ。事務処理以外にもデータの分析とかを任せてくれると助かるわ。ただでさえ仕事がつまらないんだもの。少しは得意なことをさせてもらわないと長く続かないわ。どうしたの？コーヒーでも取ってくる？ストレスが溜まってるのかしら。指揮官への任務指示よ。研究ならともかく、こういう仕事のために残業はしたくないわ。任務完了ね。今日は早く作業場に戻れるかしら。メールよ、指揮官。確認しといて。無事戻ってきたようね。振り返り用の資料はこっちよ。データの整理はしといてあげたから、打ち合わせの方を頼むわ。どうしたらここまで下手を打ち続けられるのか、逆に気になるわ。最悪ね。普段はこの作業場に寝泊まりしているわ。横になれる場所もあるし、ご飯だって出前を頼めばいいし。指揮官も一回泊まってみる？あ、もう、また停電ね。ああ、別に母校の施設の問題じゃなく、私の作業場の問題よ。いろいろといじくり回したせいか、どうも不安定でね。回復するまで適当にくつろいでて。指揮官って思ったより肝が据わっているわね。どういう意味って？そりゃあこんな場所で私と二人きりでいるのがどれだけ危険か。気づいてないなんてことないでしょ？素直に言わせてもらうわ。指揮官にはそれなりに。いいえ、かなり興味があるのよ。ほら、母校の幹線たちを指揮している存在。それを丸ごとじっくり調べられるチャンスはそうそうないわよ。委託完了よ。ざっとこんなもんね。目新しいものはなかったわ。へえ、こういう手もあるんだ。時々現場に出なくちゃね。終わった？次に行くわよ。ここでじっとしていても給料出ないもの。チッ。
始末書を書くのは嫌ね。これでどう？手間取らせてくれるわね。指輪ねえ、これを受け取ったら指揮官への貸しができるという意味でいいかしら？もちろん喜んでもらってあげるわ。指揮官と特別な関係になった方が、こうしてあなたの身も心もいろいろ調べるのに便利なのよ。